プレストレストコンクリート橋は、あらかじめ応力を加えたコンクリート材、すなわち、プレストレストコンクリートを使用した橋梁のことを言う。PC6 系間連続ラーメン、波形後半ウェブ運げた強プレストレスト、コンクリート橋では、PC 鋼材を使って、通常の鉄筋コンクリートに比べて強い荷重に抵抗できる。これによって、鉄筋コンクリートよりも、 長い島町を可能にするものである。鉄筋コンクリート橋よりも単位あたりの費用がかかる。プレストレストコンクリート橋でも、鉄筋コンクリートとほぼ同等の鉄筋が必要であり、鉄筋コンクリートに PC 鉱材が加えられていると言える。また鉄筋コンクリートに比べ、高強度のコンクリートが使用される。PC によって建設された橋梁を PC 橋と呼び、 国内の新設コンクリート橋のほとんどがこのタイプによる。もともと特殊コンクリート的な扱いであったが、現在ではごく一般的になっている。ただし、製作メーカーは限られる。社団法人プレストレスト、コンクリート建設業協会を参考のこと。なお鉄筋コンクリートのことを RC と呼ぶ。鉄筋コンクリートのみの橋梁を RC 橋という。 また RC 強を少数の PC 鋼材で補強した強量を PRC 強と呼ぶ。ありがとうございます。